吉田さん、お疲れ様です。まあ確かに何もせずに何もやらずに人生を変えることはまあできないんじゃないかなと思いますね、やっぱり私はここに土地帰ってくるんですけども、やっぱりね、思考は現実化されるんですよ。思ったことが現実化するっていうんですかね。パラレルワールド理論ってありますけども、私が思ったことが次の時間軸に持ち越されて、別のことを考えたとしたら、そっちの方にも宇宙がつながっていてってものをみんなでいろいろ繰り返して、世の中には無数のパターンの時間軸っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、その中で自分が何を選択するかですよね。どの時間軸を選択するか、もしかしたらまだ麻雀やってる私を選択し続けたかもしれない。その世界はその世界で、私とは別の位相でですね、方向にですね、向かっていると思うんですよ。でも私は今の人生を選択したかな。やっぱり正解だったと思いますよ。まあいささか40から始めてどうだったってことはありますけども、40から始めたからこそうまくいったとも言えるんですよ。20代の頃まだ時間があるやとかね、みんなそんなこと気づいてないやみたいな感じで余裕を持っていたら、多分3年で1億とかやらなかったと思いますよね。40で後がないと、これを自分の人生の最後のチャンスにしようと思ったからこそ取り組めたと思うんですよね。だから私はね、なんか特別なことをしたんじゃなくって、教わった通りにやっただけと、あとはちょっとした工夫を日々入れていったかなっていうところなんですよね。だからそんなにね、大それたことをしたこともないし、まあ本当に稼ぎに行っただけですね。稼ぐためにはお金くださいって言うしかないし、お金くださいって言うんだったら何かを提供しないといけない、何かで役に立たないといけないかなっていうところで、非常に簡単な公式だったと思うんですよ。まあ、そこに運の要素が乗っかってきたかなと。私が始めた頃は2013年で、 YouTube もね、まだそんなに本格的じゃなかったし、まあ AdSense っていうね、報酬の仕組みもなかったんで、 YouTube で稼ぐ方法っていうのはまだそんなに生まれてなかったと思うんですよ。で、そのうちに AdSense 報酬で稼ぐとかね、なんか半目 YouTuber とか自動販売機みたいな概念が出てきて、 YouTube がビジネスとして使えるようになってきたかなと。おもちゃを紹介する動画を作ったりとかね、なんかびっくりの動画を作ったりとかっていうので、チャンネル登録増やして1000人突破して、そこにいろんな動画を投稿していって稼ぐみたいな方法は生まれ始めていたかなと思いますけども、私の場合はそれをちょっと工夫して、どんなことでも動画化して、その中で受けたものをシリーズ化していくってことを繰り返していって今に至るのかなと思いますし、やっぱね、YouTube ってものを連絡手段にしたことによって、一定のアクセスが望めるっていうこととか、あと、速稼塾の運営を始めた頃に、速稼塾の連絡は基本的に YouTube でするんで、チャンネル登録してくださいねっていうふうにやると、塾生イコールチャンネル登録者ってことになりますんで、まあ、一挙両得かなっていうのが、今に至るかなっていうところなんですよ。だから、やることやったら、出る結果は出る。それでいいのかなと思うんですよ。で、ちなみに、ナイトライダーね、キットは、私は見てるだけで満足ですんで、そのまんま置いて、まだ車検から帰ってきて乗ってないですね。それでいいんですよ、私の場合は。で、セルショーばっかり乗ってます。やっぱり乗るならセルショーですね。快適です。すごくいいです。すごいなと思いますよ。で、そういうふうに、物だったらね、自分が所有するって欲を満たすっていうのもありますけども、ことビジネスってのは、その本棚にね、ビジネスのノウハウを並べておいて、優越感に浸るみたいなのは、本当損ですよ。だってビジネス何やっても、それはお金につながってるわけですから。で、お金を稼いだら、また、セールスレターじっくりと見てね。セールスレターに20万、30万払うこともできるから、稼ぎ続けたらいいのになと思いますよね。まあ人生を変えるためには、変わらない自分を否定してね、変わる自分を選んでいくしかないのかなと思います。いつまでもこのままだったら、いつまでもこのままですよ。ということですよね。じゃあ行ってらっしゃい。